8月9日の午前中、父は生徒と共に商業高校の運動場脇で空からの攻撃を防ぐ大きな穴の防空壕を掘っていました。突然 B-29 爆撃機が近づく音と同時に急降下し、逃げる間もなく目で見れないほどの青白い光に、あとは覚えていない。どれほどの時間が過ぎたのか、気がつくと防空壕の入り口は煙が渦巻き、何も見えない。視界が開けるにつれ、信じられない様子が目に飛び込んだ。大やけどで全身の皮膚をべろりと垂れ下げたまま、引きずりながら、やられた、やられた、水を、水を、とその声が生涯耳から離れなかったと父は生前言っていました。父は爆風で防空壕の奥に吹き飛ばされ、奇跡的に助かったのです。当時大鳩桟橋から歩いて県庁の坂を上り詰めると、瓦礫と化した県庁跡がまだ残されていました。その前の道端に薄汚れた白衣の元軍人さんたち数人が、戦争で負傷した手足に松葉杖や人工で作った金属の手足の義手義足をつけて立ち並び、座ってアコーディオンを弾いている人もいました。その前にはカーキ色、枯れ草色の軍人帽を逆にしておき、お金の寄付を求めていました。新聞ラッパー聞くたびに、まぶたに浮かぶ旗の波。入隊の健康診断で一列に並べられ、軍隊の偉い方がこの中で病気持ちや病弱な者は一歩前に出ろの命令に、父は正直に列を離れて前に出ました。中にはためらって迷っている人もいましたが、すぐに次の言葉で人生が決められました。ここまでと数人のみで打ち切られました。しかしその後兵役を免れた父は、城内の人々に後ろめたさを感じて過ごしました。